こんにちは、せいかです。今日はたくさんお菓子を買ってきたので、私が好きなお菓子を皆さんに紹介しようと思います。これは水なんですけど、もうすぐハロウィンなので、ハロウィンのパッケージの水をもらいました。とっても可愛いですよね。可愛いのでもったいなくて飲むことができなくて、こうやって飾っています。これもこんな感じです。魔女、お化け、かぼちゃですね。で、お菓子も全部パッケージがハロウィンバージョンになっていたんですよ。なのでハロウィンバージョンで可愛いし美味しいし、たくさん買おうかなと思って、今日は本当にたくさん買ってきました。なので私の好きなチョコレート系のお菓子を紹介しようと思います。まずはブラックサンダーです。これはこんな感じの、チョコレートのお菓子なんですけど、ハロウィンのパッケージすごく可愛いですよね。中も可愛いキャラクターのパッケージになっています。これ後ろにはいろいろなゲームが書いてあります。例えばこのかぼちゃは何個って書いてあるんですけど、何個ありますか？このかぼちゃなので、オレンジのかぼちゃだから5個ですね。まあそんな感じのゲームがパッケージの裏に書いてあって、すごく可愛いです。今日はこれ一つ食べようと思います。こんな感じですね。チョコレートのお菓子です。うん、美味しい。次がカントリーマームです。でカントリーマームっていうのが、チョコレートが入ったクッキーのお菓子なんですけど、富士屋っていう会社が出してるんですね。富士屋っていう会社はこのキャラクターペコちゃんのキャラクターが有名なお菓子の会社です。でカントリーマームも本当に小さい時から食べていたんですけど、本当に美味しいです。おすすめです。これもハロウィンのパッケージを買ってみました。今回はハロウィンバージョンなので、味がバニラとキャラメルアップルですね。いつもはバニラとココアの味があるんですけど、ハロウィンのバージョンはバニラとキャラメルアップルでした。なんかペコちゃんがハロウィンのコスチュームを着ていて、とても可愛いです。これもゲームがありますね。これと同じ猫を探そうって書いてあるんですけど、行きましょう。ん？意外と難しいんですけど、これあ、3番、答えはここをめくってねって書いてあるので、めくります。答え3番、当たりました。これと同じ猫はこれでした。はい、まあこうやって遊びながらお菓子を食べることができるんですね。これも一つ開けてみようと思います。中はこんな感じのクッキーです。安定の味で美味しいです。次はカプリコというお菓子です。これもチョコレートのお菓子なんですけど、なんかアイスクリームみたいな形なんですが、これはチョコで、ここはコーンになっています。で、いちごの味もバニラの味も下の方はチョコなんですよね。はい、でこれはだいたいコンビニ行くとこれぐらいの大きさで売ってるんですけど、スーパーとかに行くと小さいカプリコがたくさん入っているものも買うことができます。今回はそれがハロウィンバージョンになってたので買ってみました。
んな感じですね。チョコとイチゴとバニラの味があります。でここにカプリコのキャラクターがみんなちょっとハロウィンバージョンのコスチュームを着て笑っていますね。かわいいです。はい、これは特にゲームとかはないんですけど、なんかもうパッケージがかわいいっていう感じですね。たくさん入ってるので友達と分けて食べたりするのにいいと思います。で次がキットカットです。キットカットは有名なので知ってる人が多いと思うんですけど、ハロウィンバージョンの味はアップルシナモンですね。アップルシナモン。キットカットの色も紫色になっています。はい、開けてみようと思います。こんな感じですね。キットカットもなんかちょっとゲームが書いてありますね。袋のどこかに隠れてるよ、探してみてねって書いてあるんですけど、袋のどこかにこの魔女が隠れているそうです。袋ってこれですよね。どこ、あー見つけました。はい、こんな感じで遊びながら食べることができるみたいです。これも後で食べてみようと思います。はい、で最後はこれですね。チョコパイ、一番おすすめのお菓子です。私が一番好きなお菓子です。はい、まあ、チョコパイは、まあ、こういうケーキの中にクリームが入っていて上からチョコがかけられているお菓子なんですけど、まあ多分チョコパイは食べたことありますよね。でこれもハロウィン限定のパッケージで、こういう可愛いパッケージになっているので買ってみました。開けてみようと思います。可愛い、うわすんごい可愛いですね。これはなんか普通にこのキャラクターがハロウィンのコスチュームを着ているっていう感じですよね。これはゲームになってます。これ迷路って言うんですけど、ここがスタートでここがゴールなので、食べる前に迷路をやってから食べるっていう感じですね。これもゲームになってますね。同じキャラを探そう、裏にあるお化けと同じものを探してね。裏にあるお化け、これか、これと同じものを探すゲームみたいです。あ、これはもう簡単、これですね。はいこんな感じでゲームをしながら楽しみながらお菓子を食べることができます。はい、ということで私はチョコパイがすごく好きなので、これも1個食べてみようと思います。なんか最近10月なんですけど、東京がちょっと暑かったんですよ。なのでちょっと溶けてますね。うん、ちなみにミンティアっていうのが日本で有名なミントのお菓子なんですけど、ミンティアもハロウィンバージョンがあったので買ってみました。これはチェリー味、さくらんぼ味ですね。これも開けてみようと思います。すごいハロウィンっていう感じですね。ミンティアも本当にいろいろな味があって、コンビニで買うことができるので、ぜひ日本に来たら買ってみてください。はい、ということで今日はたくさんお菓子を買って紹介してみたんですけど、いかがでしたか？本当にここにあるチョコ系のお菓子は全部美味しいので、日本に来たらぜひ買ってみてください。特におすすめはチョコパイです。チョコパイが一番美味しいと思います。
それでは今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。